今川家の人質となるはずだった徳川家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長。この頃美濃では剣棒術数を駆使してマムシの異名を取る道山は信長の父信秀も攻めあぐ、真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断したの。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに。さ、だからこそ挑むのだ。もし道山に勝てば。恐れながら信長様、戦はやめよう。勝家、信行兄様が反対してもダメならもう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって。信行兄様だけに苦労はかけさせない。姫、またそんな無茶なことを。聞いたか、家康。はい、先ほど私たちにも出陣の気合い。半蔵、平八。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて。その意気はよし。俺のやり方。手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった剣城。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。推し量るならば今が好機。内藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い法を止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは
俺が切る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが、まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございますぞ若。信長様を過信して命を縮めることなきよう。この俺を止めようとて無駄よ。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが妙なやつよ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。斎藤東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いたわりだ。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。壊してくれ。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきた。奴らを掃討し道三のもとへ攻め進むぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。おお、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。味方本陣の危機は去ったようだな。攻勢に出る攻撃。敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道三の首を取るにはまだ遠いぞ。敵勢は食い止めたが安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。どうにか織田の勢いを止めないと。小詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道三ではなくあいつか。捨ておけんな。目障りだ。壊してくれる。敵将討ち取ったぞ。聞かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。
休め。ほう、なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。邪魔をするんじゃねえ。お前が信長か。評判通りうつけた面をしてやがる。イノシシ面でそう吠えるな。誰がイノシシ面だ。顔で並べ叩き潰してやる。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに、織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。とて無駄よ。無策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。どうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。ここの武者、わしに付き合い。手触りだ。壊してくれや。無理かな。俺をうつけとは侮ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。よっ、さすがだな大将。敵兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。豪さん様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったが、父さんまではもうすぐだ。戦力を見誤ったか。この俺を止めようとて無駄よ。来たか、うつけど。お主の器、
マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も道さんを侮るほどうぬぼれてはいない。総身の力を持って打ち取れ。いける。存外やりよるが。もうよかろう。我が城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさか。ああ、しかし道さんはさすがに強い。あの石頭な。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの？命を落として。確かにこたびは際どい戦でした。そうだな。頼みますよ。美濃より和睦の使者が参った。ああ、その証として。兄様が気に入られた。斎藤家との縁談がなればと。うん、私も仲良くできるといいな。それも一興。信行、承知しま。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。敵は本能寺にあり。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。はあ。